卒1年目でドラ1で取ってきて、ね、うん、ドラ1で取ってきた選手をバッティングにしようかなと悩んだり、ジャイアンツがなんかそんな風には思えないんですけど、まあ、ですぐに腕下げろって、うん、まあ、でも、当時、高橋義正さんもちょっと採用気味ですよね。そうですね。そうですね。なので、どちらかというと、ね、それは受け入れやすかったんですかね。まあ、そうですね。で、まあ、でも、僕についてずっと、要するに5月にそれを言われてから、イースタンリーグとかも一切も今度は参加せず、毎日玉川で、もう居残り練習ですよ。で、それに付き合ってくれたのは木戸さんの方で、でもそれこそもうマンツーマンで、まあノックとかもいっぱいやらず、要するにまあ体力強化も含まれてますよね。まだ弱かったですから、そういうのも含まれながら5月から、で、9月の十何日に、県営大宮でイースタンリーグがあると、はい、でそれに僕が投げるっていうふうにもう宣伝するから、はい、それまでに投げるようにしようっていう、もう確かにあの埼玉出身のご当地選手やからお客さんも呼べるし、はい、それで、それまでに合わせろっていうことで、それからもうずっともう練習ばっかりでした、はい、じゃあその県営大宮どうだったんですか。これも負けたんですけど、はあ、でも 6回だか7回ぐらいを1点ぐらいに抑えたんですね。はい、へー。それもうやっぱちょっと自信になりましたよね。はい。で、その後、そっからイースタンリーグで、まあ、5勝ぐらいするわけですよ。9月で、はい、9月からそっからで。で、なんか斉藤さんってもう、天才なんやね。いやいや、そんなことないんですよ。努力の人ちゃうわ。いやいやいや。めっちゃ努力じゃないですか。へぇー。